はいどうも、ガイ店長です。たまです。はい、ということで今日はこの間の続きです。はい、何でしたっけ。学訓して学訓してジャグレンジャグレンです。そうです。で、機種はミンジャグです。そうです、今日はミンジャグです。まあ、簡単に言えば学訓した台、朝一学訓した台、それは美味しいのか美味しくないのかと。で、なおかつ学訓した台っていうのは光るのが早いのか、オカルト打法であれば。確かに。まあ今のところ前回のガールズは非常に優秀な成績を残したんで、この勢いでミンジャグも目標を、ジャグレンは3回。うーん、どうしようかな。前回ガールズ7回だったんだよね。また7、記録タイ、記録タイで目標とします。はい。で、あとは何か言うことあります。言うこと何ですか。久しぶりだねみたいな。あ、お久しぶりです。まだね、はい、実感がないと思いますけど、はい、まだ千代大天勤務なんで。この動画出てる時はもうね、そうですね、もう2ヶ月3ヶ月経ってないんじゃないでしょうか。そうですね、そうなります。寂しかった。あ、寂しかったです。寂しかった。なんか背中かきながら寂しかったっていう。悲しい。悲しくなさそう。悲しいと痒いを、痒い取ったってことでしょ。痒いの方が上回りました。はい。はい、はい、ということでじゃあみんちゃん行ってきましょう。はい、はい、じゃあカモン。いやー、久々だな。久しぶりですね。オッケー、準備できた。できた。じゃあメニュー行きましょう。はい、せーの、ポンポンポン。学訓した。した。見た。見ました。おかしいな、目覚ましたろ今。目つぶってました。学訓したんですよ。はい、したらバー。そう、ここですね。覚えてる？うん、大丈夫。これあの、ピュッ。頑張れ、応援、ほら、応援。わあ、朝一弱いんですよ、ジャグラーって。朝一ね、寒いと弱いんですよ、ホッパーって。本当に、ね、本当に、本当にあるのよ。ハッピージャグラーとかも弱い。まあ朝弱いってことで許してあげて。だからね、朝一すぐねボーナス行くとね、結構そのうん、ホッパーエラー出るね。まあとりあえずこれはあれだからね、まず光らしてからのあれなんで、もうとっとと光らしちゃいましょう。はい、まずはやばいな、最初の50まで光んない。光んない。とりあえずでも100ゲーム以内に光らせてほしい。はい。来ないね。来ないです。あー、来た。おー、来た。これは多分来たね。来た来た。こんなね、ベル1000分の1のね、ベルなんて引くわけないんですよ。とりあえずベルを、おらー、ここ狙ってここまで来たってことは入りました。しかもビッグビッグ、ボインレイか見よっか。あ、そうですね、バー。あー、あー、ボインレイじゃない。でもまあまあ44、まあね、ガックンしてるんで。やばい、ガックンしてオカルト打法してればね光りますよ、そりゃ。じゃあ俺はもう消化しちゃうんで、たまちゃんマンも早く。はい、はい、よし、こっからが、ジャグレンスタートです。まず1ゲーム目は、一発で分かっちゃうからな、なんかな。ジャグレン、ジャグレン、たまちゃんいい匂いするな。本当ですか。しかも俺当てれるな、そのたまちゃんの匂い。アナ水。違います。チェペペペって
ペなんだ穴水じゃない、穴水、え穴水、違います、違います。なんだろう、穴水、違います。言い方変えてみた。シャレッ気がついてきたってことですね。匂いにも気にする、そうです、お年頃です。あ、唇もちょっと違う、唇もちょっとテカテカしてる。グロスを、なんかある、なんもないです、なんかあるな、ド平日です、ド平日。ド平日、ド平日、あ、そうなんだ。おかしいな。おー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 、どうしようかな。7なんだけど、7の下にねベルがあるのよ。だから7をここら辺で狙うといいんだよね。できる？うん、ここら辺。おお、いいね。うん、ちゃんと押した。で滑ってもうベルテンパイがなくなったんで、これもビッグなんだけど、7揃えちゃうとボインレーじゃどうか分かんないんで、バーを狙うと、そう。うん。あれ、ちょっと待って。え、ちょっと今ちょっと。いやいや大丈夫だ、大丈夫、光る光る、カモンカモン、ほら今だからここにビタ押しして滑ったの見えたよね、うん、だからチリじゃないの、単独のビッグでしたよっていう、あ、そういう感じなんですね、感じなんです、そういう感じなんです。そういう感じ、ね、さあ7、あ、いいね、100ゲームいいな、よし、じゃあ7揃えちゃえ、はい、あ、うまくなったね。さあ、そのいらっしゃい。おお、吸い込んでるね。お、何？ワンベッドしようとした。ワンベッドしようとしちゃった。大きく吸い込んでワンベッドを想像した。違う。行きます。はい。はい、終わり。だって終わりなんだもん。早い。ちょっとミンジャが分かりやすいな。そうですね、楽しめなかったです。さあ、目標の3連チャン頑張って。はい、俺は 7連チャンを目指す。7連、この機種ももう、この機種ももうあれなんですよ、結構撤去間近というか、多いですね、撤去。もう来年にはなくなってしまう。これでもですよね。あ、こそ、これなんてもう1月。ジャグラーガールズ。その分新しいのが出るんですか、なんか。いやー、出ればいいね。なかなかね、買えないんですよ。みんなのジャグラーじゃなくて、なんか新しい、なんかね。世界のジャグラーみたいな。ああ、セカジャグ？セカジャグ。聞いたことないな。ないです。セカジャグね。セカジャグお願いすれば出して。セカジャグ。セカジャグ出してください。白大店だけ。白大店だけ。あと鎌ヶ谷店にも。そう、鎌ヶ谷。ハップスで、ハップスで。ハップス。ああ、ごめん、たまちゃん、もう俺は。ああ、あかん。俺は。俺の優勝もうあとわずか。あかん。アディオース。アディオース。終わった。アディオース。終わってもった。くもだ。ブドウ。え、どうするんですかこれ。俺は、もうしょうがない、仮説検証番組だから、俺はしょうがない。あ、そっか、ダメなん。ガックンしてもミンジャグは連チャンしませんでした。あ、俺は言うしかない。でも、でも大丈夫、大丈夫、大丈夫、まだたまちゃんがいるでしょ。たまちゃんそんなことないって。そんなことないぞ、そんなことないぞ。まあさっきも80回ぐらい当たってるからね、はい、いけるいける。おほら、うわちょい、おりゃどうする、どうする、いいよ、もう好きにしていいよ。要はこっちにちゃんとチェリーさん狙ってれば、こっから押してもいいし、こっちから挟んでもいいし。うん、チェリー出てきちゃったね。あ、出てきちゃったからダメか。でも、いや、でもまだチャンスはある。ここ何狙うんですか。何でもいいよ。何でもいい。はい。ああ。こういう楽しみ方。なるほど。
あ、あ、ウェイス。さあ、残り何ゲーム？26。お、引き算できました。よし。頭も良くなってきてるね。頭も良くなってきてる。いいね。目押しもできるようになって。なんか YouTube 見てくださってる方が来ると、すごい、だから YouTube 見てて、最初から見てくれてて、たまちゃん、目押しすごい上手になったねって褒めてくれます。ありがとうございます。よかったね。はい。役立つことある？ないね。生活に。なんか今のところないんですよ。大丈夫、あのパンチ受けれるようになったとか。あ、シュッ。パンチされない。パンチされない。されない環境。日常にスロット打つようになったとか。あ、でもこの前嘘打ちました。マジで、あ、これ乗ってるからいけんじゃないかなと思ったら負けました。いったんだ。いけました。何やったの？ジャグラーです。ジャグラーやったの、はい、あら、すげえ。何ジャグラー？あれです、ジャグラーガールズ。ガールズ、おー、ガールズはガックンした台狙うのがいいんですよ。あ、そうなんですね。これはもう検証済みなんですよ。検証。ガールズはガックン狙い。ガックン狙い。ミンジャグはガックン狙ってもあんまり。あ、やば。惜しくない。まあ、早い、早いけどね。そうです。ちゃんと100ゲーム以内には来たけど。で、両方ビッグでしたもんね。あ、そうだね。あ、そうだ。ガールズなんて両方ともあれだったもんね。バケだったんだよね。そうです。おお。おっ、せいせい。すげえな。さ、決めちゃう。あ、またですよ。いやいや、わかんない。チェリーもある。ちょっとなんだかね、ここだったらよかったね。あ、よかったんですか。と思う。うん。カモン。あ、まあでもすごい、チェリーボーイがすごい来る。なんかすごいやれそうというか、簡単にやらせてくれそうっていう感があるのかな。どういうことですか？登竜門にはタマちゃんだみたいなことがあるのかな。はい。はい。タマちゃんがうち行ってさ、大丈夫だった？大丈夫？うん。あ、たまちゃんだって。あ、なんなかったですか？なんか、隣のおじいちゃんとすごいお話しして、帰りました。あ、孫みたいな。孫と老人みたいな。どういうこと？孫と老人ものかな。どういうこと？どういうこと？どういうこと？いやいや、ジャグラーの話です。ジャグラーの話です。よくあるな。あ、終わってたよ。あ、ラスト！ラスト！決めろ！いけ、グロス。あら、終わったー。エロ唇。あ、エロ唇。これがですか？いや、違う違う違う、今日のタマちゃん。あ、確か、うん、ダメでした。ダメでした。ということで、総括すると、ミンジャグはまあがっくりした台は、まあビッグにつながると、つながりやすいと、はい、100ゲーム以内に、ただ連チャンはしないと。しないと。今のところ狙うんだったらガールズ。ガールズですね。まあいっか、しょうがない、しょうがない。そうですね。なんかね、一回も連チャしたらつまんないけど、まあしょうがない、しょうがない。次はなんと、お、マイジャグラー。マイジャグラーのの何ですか、これは。いくつですか？4です。そうです、そうです、そうです。今あ、てけてけ、まだ240万ぐらいですよ、まだ。マジか、すごい。持って帰っていいですか、ね、持ってガボってガボッで、車乗せて帰るでしょ。その乗せてる車より高いからね。やー、5台ぐらい買えちゃうよ。車売ろ、車を売って両方売って新しい車を買ったら、あー、いいね、素敵なことになります。なるな、ということで、はいはい、次回はマージャグ4です、はい。まあ、今回はミンジャグ編でした、はい。まあ、あんまりよろしくない内容でしたけど、ごめんなさい。まあよかったです、はいはい。ということで次回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございます。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。だいぶ冷え込んできたので体調を崩さないように気をつけてください。バイバイ。